当時の築地衝撃場築地衝撃場後の日築地衝撃場は、肘方吉と幼いるが1924年6月13日に開設した日本初の新劇の常設劇場である。また、劇場付属の劇団の名称でもあった。所在地は、京橋区築地2丁目。現在の東京メトロ、日比谷線築地駅からほど近い。 東京都中央区築寺二丁目11番地にあたり、同所に記念碑もある。劇場の面積は100坪弱、平屋建てで客席は400から500席。電気を用いた世界初の照明室を備えていた。クッペルホリゾントと呼ばれるドーム型の湾曲壁を設け、天井が高く稼働部隊を備えていた。高度な照明設備と優れた部隊を備えていたため、 演劇の実験室としての役割を果たした。劇団はかねて幼いの主張であった俳優の妖精にも力を入れ、日本の進撃運動の拠点となった。築地小劇場の出身者には、仙台コレや滝沢おさむらがおり、第二次世界大戦後の演劇界に活躍する多くの人材を輩出した。築地小劇場の成り立ちは1923年9月1日に起きた。 関東大震災と関係している。演劇研究のため、ドイツに留学していた肘方は、関東大震災の方を聞き、予定より早く同年暮れに帰国。震災復興のため一時的に建築規制が緩められたことを知り、仮設のバラック劇場の建設を思いついた。年が明けるとおさないを訪ねて、構想を固め、劇場建設と劇団の育成に取り掛かった。 半年ほどで劇場を建設し、会場までこぎつけた。第1回公演は開設翌日の6月14日。ドカタが表現主義の演出を行ったラインハルトゲーリングの海戦及びチェーホフの白鳥の歌魔像の休みの日を公演した。会場の際に、幼いが従来の日本の戯曲を批判する発言をしたため、 分断から反発の声が上がった。以後、幼いカオルの演出のもと、チェーホフやゴーリキーラ、海外演劇の紹介を中心とする運営を行った。後には、スボウチ・ショーヨ武者の工事・サネアツ、上田・フミコらの創作劇の上演も行うようになった。日本プロレタリア芸術連盟参加の 前映座が1926年12月6日から12月8日まで、築地小劇場で第一回公演、解放されたドンキホーテを上演。以後、プロレタリア劇団による演劇が、築地小劇場で上演された。1928年12月に、幼いが急性した後、付属劇団内部で土方を排除する動きが活発になった。 1929年3月25日には土方を支持する丸山貞夫、山本康江、鈴木田健次、伊藤光一、高橋豊子、細川智歌子の6人が脱退し、同年4月には肘方義、丸山貞夫らが新月受劇団を結成。同年5月3日に築地小劇場で第一回公演を開催。演目は、生ける人形。 ぶ歌新築地劇団は1931年に日本プロレタリア演劇同盟に加盟し、東京左翼劇場と共に築地小劇場を拠点したプロレタリア演劇運動を展開した。一方、分裂の際に築地小劇場に残ったメンバーは、1930年8月に解散し、劇団新東京になり、1932年、 これが解散すると、友田京介、田村明子が築地座を結成した。劇場の建物は、震災復興の土地区画整理のため1928その後1934年、新築地劇団が分裂し、新京劇団ができると、劇場は、両劇団の中心メンバーによる管理委員会が管理するようになった。さらに、 大改装が必要になったのを機に、土地建物の所有者である肘た家からそれらを買収。資本金8万円の株式会社築地小劇場を創立して、改築にあたり、1939年11月に工事を完了した。1940年8月、新築地劇団と新京劇団の劇団員の大量検挙の後、両劇団は、 強制的に解散させられた。同年11月1日、第二次世界大戦の劇化に伴い統制が強まり、国民新劇場と解消。文学座が主に使用するようになった。1944年12月の劇団文化座の牛飼いの歌上演が演劇公演の最後となり、建物は1945年3月10日の 東京大空襲で消失した。ありがとうございます。